湯法寺にある階段の一つに、晴れた日でも一つだけ乾かずに濡れている石がある。江戸時代に東照宮を作るために伊豆から石を運んでいたところ、市川市の根本というところで船が動かなくなってしまい、仕方なく石を愚法寺の石段に使った。無断で積み荷を下ろした罪で佐治奉行の鈴木長友がこの石段で切腹をした。それ以降無念の涙と血が石に染み込み、何百年経っても乾かないという言い伝えがある。あ、お坊さんいるんだ。お坊さんかい、お坊さんかい、お坊さんいるんだ。お坊さんの何霊がここを守ってんのかい、ここは。いや、じゃあ大丈夫じゃない、僧侶だったら。ねえ、僧侶なら大丈夫でしょ。どう、いやけどここ薄気味悪いよ、ここ言うて気味悪いよ。自販機の方に、自販機の方に心霊スポット、自販機、あ、そうなんですね。あ、これかな。お、なんか、なんかある。何あれ、失礼のないようにね。そうね、なんか石が無残に置いてあるよ、これ。石が無、これもあれかい、伊豆から運んできた石ですか、これかい、涙石って。なんかこんな石をここまで運んだのかな、これかよ。すごいね、この石を何、伊豆から運んできたのかな、船で。なんで伊豆なんだろうね。ねえ、これここまで運んでくるの相当苦労したのにね。いやけどこれ運んだんじゃないの、この石を。ねえ、大きさバラバラ、本当だよね。あれかな、久しぶりにバケタンやってみるか。バケタンどうなんだろうね、これ光るのかい、これどう、これ光ると思う、これ。黄色だって、なんか近くにいるみたいね。近くにいるね。これ赤く光ったことがさ、家であったんだよ、この前。この前さ、バケタンがいきなり反応してさ、いきなり赤く光った。びっくりしたんだけど。ボタン押してないのに赤く光ったんだけど。あれが怖いんだよ。いやさ、テレビの横に置いといたんだけど、いきなり光ったんだよね。赤く光った。この石をさ、ここまで運んだんだもんね。これじゃ、これなんで開いてんだろう。入れってこと？扉が動いた？マジで気づいた？これちょっと行ってみる？これ。なんか招かれてる気がするけどね。入れるだろう。なんか招かれてる感があるけど。なんもないけど、なんかの墓地っぽいけどな。なんか
頼朝の墓に似てるね。お墓っぽいけどな。お墓ですかね。お墓っぽいけど。ここ閉まってるんだ、いつも。なんか お地蔵さんみたいな、なんか掘ってありますけどね。なんか、いつも閉まってるんですか、ここ。なんか開いてたよ。招かれた。今度 YouTuber のブルーシーとコラボしてほしいです。あ、ぜひ、29号さん紹介してくれ。知り合い？あ、これあれだ。ああ、書いてあるわ。招かれたね。中祖日蓮大聖人第700円陣日野隆二様、雅子様。これが、いや、これ偉いお坊さんのお墓じゃないですか、これ。ここ、中に骨が入ってんのかな？なんかそんな感じしますよね。ここに骨入ってんのかな？ねえ、すいません、夜分に。あの、来ちゃって。180人も見てるよ。頭痛いのかい？大丈夫？うん、偉いお坊さんのお墓だ、ここ。お坊さんのお墓じゃないね。結構これだけ立派な高いお墓だとさ、結構位の高いお坊さんじゃないでしょうかね。ねえ。あ、行ってらっしゃい。その方のお墓だね。何？ツリーみたい？メリークリスマス？いやいやいや。そういえばなんか、ピントください、ピント。ピントが合わなくなっちゃった。ピントが合わない。何これ。ピントが合わなくなっちゃった。あ、なった。セーフティー。あ、後ろかい？行ってみようか。ねえ、その涙石見てみたいよね。日蓮宗か。あるよ。ママさん幼稚園。ああ、お寺と幼稚園セットだね。あった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 、これか。これだ。ここですか。これですか。よそ見してたのかよ、みんな。はあ、よそ見してたのかよ。これかい？
これがそうかい。これが涙石かい。これですか。この辺黒い影取ったね、今ね。なんかやっぱいるのすか、いるんすか、ここ。なんかね。これか。なんか、ここの岩がなんか変な感じがするね、なんかね。不思議な力ですよ、ここ。おかしくない、ここ。豆電球見てたの。この柵が結界になってんだ。あ、そうなんだ。じゃあ結構厳重に供養されてんのかな。取らないで欲しいんだろうな。そうだよな、武士の恥だものね、切腹はね。この結界本当にやばいのかな。ちょっと恐ろしいね、ここね。恐ろしいわ。恐ろしいよ。でも見て、ここ中入れるんだよ。ちょっと行ってみる？行ってみるか。恐ろしいね。入れるよ、ほら。中入っちゃうよ、これ。入っちゃったよ。見て、立ち入り禁止って書いてあるわ。これ以上は入れないってことか。ねえ。限界まで行ってみようか。そういうこと。涙石は階段の27面目の石か。ちょっとその涙石、この結界、ちょっと、危ない危ない。切腹したとこ行ってみます。ご神木ですか。これまた立派なご神木ですね。じゃあちょっと行ってみます？階段。ちょっとここもちょっと今気になったんで来てみたんですけど、ここちょっと行ってみていいですか、一回。立派だけど、もっと立派なのが見えたんですけど、これなんですかね、これ。これは何だろう。すごいなんか立派な建物があるんですけど、なんか立派じゃないですか、これ。珍しい建物ですよね。なんだろう、これ。なんか、すごい変わった。あ、これ、鐘だ。鐘だよ、鐘。ここに鐘があるんだ。鐘だよ。鐘を鳴らすのは誰よ。鐘がある、ほら、鐘がある。すごい立派な鐘つき堂だね、これね。見えるかな。立派だよね。すごいアートだよね、ここまで来るとね。あの鐘を、やべ、誰か来た。ねえ誰か来た。
ちょっと追いかける。誰か来たよ。なんか女の人が走ってたよ。誰あれ？お化け？お化けじゃないよね。トントン、釘を刺す。ママ幼稚園に行きました。ママ幼稚園。ママ幼稚園。ご覧いただけたろうか。白い。ママ幼稚園のオーブンのようなものが、無数に飛んでいる。ちょっと待って、どこ行っちゃったんだよ。すげえ走ってったよ。どこ行っちゃったんだ、見えなくなっちゃったよ。さっき女の人いたよね。もう見えない。もう見えないよ。ちょっと待って、さっき誰かいたよね。こんな時間にこんなところ。右行くと林みたいなところがあるんですけど。急にカラス鳴くなよ。いやー、そりゃそうだろ。こんな明るいライトでさ、神社歩ってるしてたら怖えだろ、普通に。林あるね、林。ちょっと、ここやばいな。幼稚園と反対側。見るか、ちょっと。下から27段目の階段って言ったでしょ。あ、ここでしょ？そこの林でしょ？ちょっと林行く前にさ、ちょっとこの階段ちょっと、切腹の、27段目の階段かい？行ってみる？階段。いや、わかんない。くせえな、なんかここ。なんか変な匂いすんだよ。ここ降りるのかよ。すごい階段だぜ、これ。ちょ、行ってみる？すごい。ちょっと待って。線香の匂いがする。険しい階段だよ、本当に。こんなとこウサギ飛びしたらお前やべえだろ、これ。あぴょんあぴょんあぴょんぴょんぴょんつってさ、危ないよこんなところ。怖い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 。誰かクラクション鳴らしてるけど。ワクワク。27段目で、ちょっと下から27段目数えないといけないんかい、これ。急進必要っすよ、ほんとですよ。ここ線香臭いよ、言うて。線香炊いてんのかな、この辺で。線香の匂いするね。線香臭いわ。これ。オーブ映った。虫？虫かな、わかんない。なんか映ったか、今、画面に。何でも映るよ、最近。映んないものはないんじゃないの？あいて。じゃあ行ってみるかい、この、この階段登るかい、これ。27段目。じゃあ行くよ。いいっすか？ 1、2。皆さん登るね。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13だろ。ありがとう、ありがとう。14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27。あ、ここかい、ここかい、ここで切腹なさったんかい。ここだよ、27段目の切腹跡。ここだ、みんなここだよ、切腹だ。なんか書いてあるよ。足の音せず床むこまもが数しかのママの次やまずかよハムハム。こんなところでハムの現場です、皆さん。ここがハムの現場です。ここで切腹なさったら、そうですね、ここやばいっすかね。やばいよ、ここ。ハムの現場。だからママ幼稚園。そういうことか。そういうことだよ。ママ幼稚園。あ、そういう、シャレかいこれ。涙石はさっきのところで、ここは、切腹をした現場でしょ、ここは。ここは切腹したとこだよね。いやー。踊り場の下の濡れた段があります。濡れた段がある。そして音がなんか聞こえますけど、パチパチ。バチバチ言ってるけど大丈夫これ。バチバチ言ってない、バチバチ言ってない。あ、これか。あ、みんな見つけたよ。これじゃない、これじゃない、これじゃない、これだけほら見て、これじゃない、これだ、皆さんこれだ。この石だけ濡れてるわ、ほら、これだよね。この石だけおかしい、ほらねえ、この石だけ濡れてる、ほらほら見て、この石だけみんな乾いてんのに、これだけ濡れてる、ほら。え、なんでこの石だけ、ほら、みんな乾いてるでしょ、ほら。みんな乾いてんのに。これちょっと触ってみようか。湿気がある。この石だけだよ、この石だけ。はあ、すごいもの見たね。こんなものがあるんだ、世の中に。そう、この石だけさ、見て、ほら、少しへこんでるんだよね。この石だけ。いやー、不思議ですよね。本当にこの石だけ。みんな触ってるからこういう風に擦れていくのかな。いや、俺も初めて見たよ。本当にこういうものあるんだね。
思議だわ。なんか逆にご利益ありそうだけどね。ねえ、なんか逆、俺触ったけど今、なんかご利益ありそうじゃない？触ったぜ俺。よし行ってみるか。いやー、なんかあれだけだからずっと残ってんじゃないの？他の石は全部回収してるけど、あの石だけ直してないってことかなあ。うん、白いものが飛んでいた。オーブが飛んでもおかしくないよけど、ここは何があってもおかしくないよ。飛んでたかい。オーブかね、虫かね、そればっかりはわからないけど、なんか映ったかい。映ってもおかしくないよ、神社だし、あ、お寺だしね。二つ目の踊り場。ここですかね。あ、なんかオーブかな、これ。なんか、なんか左の方になんか映ってるけど、なんか飛行体が、虫じゃないよねあれね。わかる？左上、左の方、画面中央からちょい左上、なんか飛行物体がなんか飛んでるね。あれ虫じゃないよね、どう見てもね。あれどう見ても虫じゃないと思うんだけど、どう？あれだね。なんかいるのかな、ここね。飛行物体がなんか、虫じゃないような動きだけどね。ねえ。なんか飛んでるね。光の反射、今じゃあライト消すね。ライト消したよ。ライト消してもなんか飛んでるね。すげえ飛んでない？二つぐらい。左上と右の方に。あれ虫じゃないよね。ライト消してるんですけど。なんか飛んでるね。
反射かい？わかんねえ。反射だったら反射だと思うんですけど、この、今真ん中に光ってる青い光はさ、これレンズの反射なんだよ。レンズの反射かな？これはレンズの反射だよ。今映ってるこれ。わかる？これはレンズの反射、ほら。だけど、わかる？この今光ってるのはレンズの反射だよ。わかるでしょ？これ。これ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 。真ん中。これレンズの反射。なんだけど、さっきの白いのちょっと違くなかったかい？まあ、わかんねえけど。まあ、何か映ってるのは確かだよ、多分。ちょっとじゃあ、ちょっとね、何かいた気がするけど俺は、わからん。ちょっと、古いお墓がある。こっちはお墓だよ。古いお墓がいっぱいある。こっちはお墓だね。お墓が。お墓がいっぱいだ。めちゃめちゃ古いお墓ばっかり。お寺、お墓がすごいね。ここすごいよね。何なんだろう。なんか見応えがある現場ですよ、ここ。言うて無縁仏ですかね、これ。焼却炉がある。無縁仏。ここもすごい位の高そうな方のお墓だな、これ。これまたすごいお墓じゃん、これ。そっちから人来たんですよね。あの人どこ行ったんだろうね。女性だったんだけど消えたよ。消えた消えた。女性が消えたんだけど、まあ走ってたからね、一瞬で消えたけど、あの人一体何だったんだろう。不思議でしょうがないよね。あの人一体何だったんだ。